こちらの川では大量の鯉の姿を見ることができるんですが泳いでいるのは川の中ではなくこちらなんです圧巻松江市八雲町の湯川の上を悠々と泳ぐおよそ130匹の鯉のぼり町の風物詩八雲悠々鯉のぼりです。 今日も地元の園児をはじめ多くの人が見物に訪れていました地域を盛り上げようと1990年から親しまれてきたこのイベント担い手不足で一時中止となりましたが7年前、地元の有志らが復活させました 八雲町の方はですは、ね、旧暦のえっと6月の5日が、まあ、ここら辺は本当の,あの単語の節句だというふうに言われてまして、以前から6月の5日に鯉のぼりが上がってるといいなっていう声をいただいてましたので八雲地区では、旧暦の端午の節句、6月5日に合わせて、鯉いのぼりを皆さんのご家庭で上がってたものが、まあ、寄贈していただいたものが上がってます。 まあ僕たちもそうだったように、まあ、少し記憶の片隅にでも、まあ、この景色が残ってくれるといいかなというふうには思ってます八も悠々鯉いのぼりは、来月11日まで見ることができます。